地図第一運動公園は、神奈川県逗子市池を一丁目に位置する公園である。1972年に一部返還された池子弾薬庫跡に建設された公園で、逗子市内では、池子の森自然公園、広山公園に次いで3番目に広い公園である。2010年代前半には、公園の再整備が実施された。なお、公園名に、第一とあるが、 第2以降の運動公園は存在せず、また今後建設される予定もない。毎年秋に公園全体を使って、図志市民祭りが行われる。1937年から、第2本帝国海軍によって日先北部から池子に、かけた一帯が弾薬雇用地として買収され、1938年に池子倉庫が設置された。1945年、 敗戦に伴い連合国軍に接収され、1952年の旧安保条約発行により、アメリカ陸軍への提供施設となる。1967年、池越接収地一部返還促進市民大会が開催され、1972年に弾薬庫の管理事務所地区が返還が実現、その地に第一運動公園が建設された。1978年10月、 公園脇のマイクロ通信施設が変換され、第一運動公園の拡張及び道路整備が行われた。各施設の利用時間については、有料運動施設紹介ページを参照。公園施設機能の老朽化が目立ち始めたため、公園の全面的な整備が検討され、2010年6月にプロポーザルコンペティションが行われた。85社の設計事務所の応募、コンペを経て、 伊藤博士アトリエによる再整備が計画された。保存者の k q 9 6 0 0 k で、ハ601の改修や、防災機能の充実、プールのリニューアル、バリアフリー化などのほか体験学習施設が新設される。2011年6月21日、第1運動公園の再整備に関わる、実施計画策定事業予算が可決され、約10億円の建築費をかけて、 2013年夏に竣工した。ありがとうございます。